ゴロフキン選手の、ね、試合に続きまして、明日も、面白い、ね、試合が目白押しの日となっておりますね。うん、で、ですね、その注目の一戦としましては、まあ、こちらですね。ちょっと字が見にくいかもしれないですけど、WBA と WBC、世界スーパーミドル級の王座統一戦というところで、アルバレス選手 VS、スミス選手の間で争われる試合と。で、2人もね、その並んだ時の写真とかも見たんですけど、ちょっと身長差がかなりありますね。体格差ですね。いや、想像してたよりもあるなと。で、この彼のは、現在 WBA の、スーパーミドル級の、正規チャンピオンかつ、WBA の、いかげ下のねミドル級のスーパーチャンピオンで、 WBC のフランチャイズ同級ねチャンピオンっていうところ で、今回はこのスーパーミドル級のタイトルがかけられると。で、対するスミス選手は WBA の同級スーパーミドル級のね、スーパーチャンピオンで、この選手は、WBSS の優勝者というところで無敗の選手です。で、今回この1階級上のね、アルバレス選手にとっては1階級上の、タイトルのそのスーパーミドル級のタイトルで争われるんですけど、ここに本来 WBA の中でその正規王者とスーパーチャンピオンの、統一戦が行われる予定だったんですけど、それに加えて WBC の、ね、タイトルもかけられるというところ で、この WBC は何ぞやっていう話なんですけど、これは、去年の、8月に、デビット選手の体重超過で、剥奪されたものというところ で、その WBC が空位になったのをこの試合にかけられるよっていうところで、まあこうなったと。で、さっきね申し上げたんですけど、そのフィジカルの体格差で見たときに、スミス選手が身長が191センチ、リーチが197、でカネロが、173センチ、身長がね、でリーチが179センチと。でリーチ差だけで見ても18センチの差があって、スミス選手にアドバンテージがあると、でオッズもオッズはそんな中アルバレス選手が有利だと、でなんでなのっていう話なんですけど、これは、アルバレス選手が今まで戦ってきた相手に比べて、スミス選手の相手はその実力が低いと、いうところで、まあ、このような結果になったというのがそのファンの声ですよね、周りので。スミス選手のその戦績が27戦19KO 無敗、 KO 率 70%、で昨年の6月にあの村田亮太選手ともやったエンダム選手ですを3ラウンドで TKO で、この試合で評価を上げるんですけど、11月に、WBA の暫定王者の、ライダー選手に、対戦大苦戦して評価を下げてしまうと。でカネロ選手は、53戦、やって 36KO1敗、 KO 率 64% で、この1敗は何かというと、あのメイウェザー選手の1敗のみと。でゴロフキン、まあ、今日ね行われたゴロフキン選手 IBF のチャンピオンですと、ジェイコブス選手と、スミス選手に勝ち、まあ、4階級制覇を成し得てるもう最強の選手ですねの戦いなんですけど、まあ、皆さんはこれどっちが勝つと思いますかね。まあ、予想なんですけど、個人的には、まあ、今回、オッズではアルバレス選手有利ですけど、まあ、個人的にはスミス選手が勝つかなと思いますね。KO は分かんないですけど、まあ、判定でスミスって自分は見ましたね。
そのやっぱ確かにそのアルバレス選手の実績と比べちゃうとねあれですけど、その WBSS 優勝者無敗のスミス選手と、うん、で4階級制覇で、負けたのがメイウェザーのみのその彼のカネロ選手ってなると、まあそのねオッズが低い理由としてカネロ選手よりその戦ってきた相手の質が下がるっていうので育ったらしいんですけど、うん、自分はやっぱスーパーミドルの土俵で考えてたらスミス選手が有利なんじゃないかなっていうふうに思いましたね、うん、っていうところで、まあ皆さんもねどんな予想をされるのかね、ぜひコメント欄の方にコメントいただけると嬉しいです。はい、っていったところで明日もね、ガバリオ選手と、まあ、ロドリゲス選手でパヤノ選手と、ラッセル弟の試合がありますけど、もうこちらの試合もそれ以上か、まあ、それと同等ぐらいもう目白押しのカードなんでね、まあ、非常にね、楽しみですね。はい、